なしみかんの時間。はい、それでは、まあ、中級者編、はい、まあ、男性用ということで、うん、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、姿勢のチェックをしていきたいと思います。よし、あれ、OK、 うん、じゃあ前屈していきましょうか。前屈、はい、一番苦手なんですよ。あー、すごいですね。重症です。重症ですか、これ。やっぱそうそうそう、まあ、ここの柔らかさもあるんですけど、まあ、見たいのはこの背骨のアーチですよね。なるほど。ここがどんだけちゃんと丸まってくれてるかな。甲骨やめて。はい、ありがとうございます。きつっ。そしたらちょっと硬いんで、そのままスクワットとかしちゃうと結構腰とか痛めやすいと思うんで、またちょっとストレッチを 2,3 種目やっていきたいと思います。お願いします。うん、で、右肘伸ばしましょう。かっこいいですね、後ろ姿。なんか背中丸めていいんじゃない、もうちょっと。なんか違う。いや、なんかかっこいいんだけど、なんか弓打ってそう。一回、一回戻る。すいません。もう一個こっちください。もう一個後ろ。悪くないですね。なんかちょっと違うけど。この辺伸びてる。伸びてる。とらわれたジジイ。あんまり笑いが済んでくんない。あんまり笑いが済んでくんない。これで大喜利できると。多分あの顔後ろでこれ前なんだよって。あ、そう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 。顔だ。違うか。ああ、そうかも。もうちょっと万歳で。もうちょっと万歳で。でもなんかそんな感じ。なんだろう。なんだよ、写真で一人伸びてはいる。伸びてるんだ。伸びてはいる。いい、くるぶしがくるぶし。はい、お願いします。そう、じゃあこのままぐーっと、こっちの股関節前の手を出し、で、右足かかと下がりで、まあ、ぐーっと伸ばしてくる。この辺がまあ伸びてくる、はい、股関節の前側。あー、なるほど。そうそうそう。あー、そうそうそう。ぐーっと、すごい伸びる。で、こっち伸びてきたら、次、後ろに体重かけながら、かかとキャッチして。おぉ、硬いですね。ここも、回らない。いつもやっているスクワット。いつもやっているスクワットをちょっと披露してください。ちょっともうちょい後ろ。はい、どうぞ。いきますよ。うん。こんな感じ。ね、全然しゃがんでないじゃん。いや、わかんない。これ以上いくとここはすげえ。これどれぐらいやってんの？あの50回ぐらい。はい、50回ぐらい。そうですか、先生。悪くないです。悪くないという話。じゃあ今日はせっかくジム来たんで、ちょっと負荷をかけて。お？いきたいですね。はい。あ、鉄の棒。おお、かっこいい。なんか姉ちゃんかっこいいとこだよ、これ見せるの。このまま結構深くだとこれいく。そうで、この時に腰がやっぱ丸まる。ああ、なるほど。膝が前に出ないように胸を張ったまましっかりお尻を後ろ。絶対きついな、これ。これ何キロぐらいなんですか。バーは10キロです。うん、そういう持ち方。新しい。一回戻しましょう。そういう戻し方。そう、で、一回ラック動いたら、必ず下からくぐって。下からくぐって。あ、こう。そうそう。あ、なるほど、なるほど。で、担いで。あ、楽でしょ。足は肩幅くらい開きます。で、つま先少し15度くらい外向けましょうか。そうですね、それくらい。頑張れ、じいちゃん。じゃあちょっとお尻後ろでいけます。せーの。かわいい。かわいい。プリテツ。さあ、もっとお尻後ろ。確かにいい尻してるかもしれん。そうで分かったんじゃない。うん。尻アップにしとくわ。分かったんだよ。あと3センチしかない。はい。
つい。はい、ラスト1。きつそう。オッケー。じゃそのまま前出て、そのままそこでしゃがんでラックに置いちゃいましょう。はい。え、これで中級ですか？私これ予想したんだけど、自分大丈夫かな？どうした？フラフラで書いてきましたね、今。なんか、こうやってる時に、はい、ここがもう私張ってて、こう、あー、なるほど、ここがもうなんか来てて、そしたら一回、ふみえさんしたほうがいい。ふみえさん、ふみえさん、さんが今日、一番出番多いんじゃない？これもこれもう僕、本当にいろんなお客さんにやってもらうんですけど、やっぱ、うん、あちょっとですね。あいやなんかあの原始人から人間になる時の途中経過。確かに。でもだいぶこの辺ふくらはぎが固まっちゃってる。固まってますね。その足首をストレッチしていくんですけど。わこういうのやってもらえるのがパーソナルのいいところです。うん。やべえ。剣とか。の間を少し広げてあげて、うわもう自分でやるよりもね、人にやってもらった方がさ、限界値超えれるじゃん。いや、うん、そう、自分だと防衛本能が働いて、優しくしちゃうからね。そう、そう、こんな結構これ今やっただけでも足首、なかなかね、全然違うからね。あ、全然違う。今回でも全然伸びてくる、ね。本当はまあ地面にこういう風に設置してるんで、うん、本当だったらまあここを地面に対してまあこう直角くらいには立ってきてほしいんですけど、うん、何もしなくてもやっぱ足首がこうピョンって、あ、そう、本当だー。結構こう普通に立ってるだけでつま先に体重かかりやすくなったりとかすると、やっぱ膝が前に出るから、あ、膝痛めやすいとか、うん、膝が最近なんか来てるんですよ、うん、わぁ、めっちゃわかりやすいぐらいの被写体そうですね。まあ、こんな感じで、あのトレーニングとあのストレッチ、コンディショニング合わせながらやっていくと、まあ、一人でジム来てね、できる方はいいですけど、なんか施術とかも合わせながらやるとより効果的に短時間で体感していただけるんで、はい、これじゃあ、あとスクワット2セットぐらいちょっと頑張ってさあ、どうすか、ヨロヨロだよ。よし、焼肉食いてやばいね、うん、もうまだ自分の出番じゃないのにさ、出番じゃないんだけど、なんかこう湧いてくる、湧いてくる、もう一個前、もう一個前、ちょっとすねの突っ張り楽になりましたか。確かにさっきより楽になってますよ、うん、本当はこうお尻とか太もも鍛えたいのに、他のところにやっぱ力入っちゃうと緊張強いと、ね、ちょっとこう組織をリリースしてあげないといけない。はい、OK でーす。ナイス。よし、腰痛くないですか。大丈夫です。OK、じゃあちょっと重りつけてやってみます。おお、30キロを持ち上げるらしい、おじいちゃん。いくぞー。ういあ、30だ。どう、さっきと全然違う。うん、さっきとも全然違います。おお、いいよ。いや、やっぱりこれ負荷がすごいです。30だとやっぱ全然違うよね。いや、もうね、すごい子供が何人も乗ってみたい、肩に。でもですね、すごい綺麗な方ですよ。よし、じゃあ5回頑張りましょう。はい、4、お腹力入れて、そう、はい、でもフォームめっちゃ綺麗。そう、はい、はい、引っかかってちょっと時期に、はい、1、はい、OK です。そのままいきます。はい、 OK です。いや、これ30キロで10回できたんで、はい、まあ、全然40キロで、そうなんですか、ね、まだまだ余裕はありそう。お、素晴らしい。ちょっとだから普段ちょこっとだけスクワットは意識してやったから、うん、その分がちょっとあったのかな。そうだ ね、 おますね。はい、お願いしますということで、上級者やるらしいですけど、そんなに運動はできません。でもダンスもやってるしね。うん、そうかも。あ、体幹だけは体幹で今落としてきたもん。単身デブなんです。内側ですね。内側その辺、お尻の下ら辺という感じですね。はい、OK です。じゃあちょっと、骨格見ますので、はい、ね、お願いします、うん、結構ここの骨が横にポンって出っ張ってきちゃって、はい、ちょっともう股関節がちょっと前の方にこうねじれてついてるんですよ。もう鼻息うるさいわ、じいちゃん後ろで。
プス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 で、娘の横もこういう風にちょっと膝下の結構もあるんで、はい、うん、ちょっとまあ、それがコンディションに入れてあげると、はい、だいぶ良くなるかな。やっぱ柔らかさはあるんですけど、背骨がこうめちゃくちゃ平らなんですよね。本当だ、平らがいけないんだ。そう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 、まあ、別に使わなくてもいいんですけど、ここのカーブが少なくて、ここがやっぱり、ここのカーブが大きくなっちゃってるんで、背骨まっすぐだ。分かりやすい。めちゃくちゃ分かりやすい。この辺でちょっといつ普段頑張ってんのかな、ここガチガチなので、ここの動きは出てるんですか、違うと。なるほど、面白い。そういう評価でいいです。大丈夫です。お茶のりそうですか。本当だ。そう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 。すごい。たくみくん、ま、曲がるとどんな感じなの。お、あ、本当だ。あ、なるほどね。これはどうしたらいいんでしょう。腰を丸めるストレッチとかも大事ですよね。やっぱ腰がこう普段からこう反ってるんで、やっぱここは丸かったですよね。こっから上が丸かったですよ。だから腰痛くなる。そう、というかメスゴリラスタイルって呼吸って。ああ。なるほど。そう、まあ、腰のストレッチも大事ですよね。はい。一応全員分やっておきますから、あれね。あー、これ背中のストレッチね。フュージョンしましょう。フュージョンしましょうか。で、ちょっと目線をちょっと斜めて。すごい。肘伸ばして、こっち上の足肘伸ばして、うん、で、腰をこう横に突き出していく感じで。わー、すごい。この辺が伸びてくるの OK です。はい。そう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 。グラビア撮影のカメラマンしてる気分になる。トゥ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 ビビるよね、あのサウンドが流れるね。こうか、トゥ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 、え、これ合ってますか。合ってます、合ってます。トゥ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 。で、二人の年でやめる。あまりを良くするお尻のトレーニングをしていきますね。一回横向きになっていただいて、はい、腕枕作ったら、はい、ここくびれの部分はなんかネズミ一匹通れるくらい開けておいてください。で、腰と腰の高さ合わせます、はい、ここくびれ絶対潰れないように、はい、開けといて、まあ、膝は大体60度くらい、はい、で、つま先立てたらこのままかかとつけたまま、うわぁ、私もできないんだよな、これで大腿骨、この太ももの骨が外ひねりにされるんですけど、はい、そうすると股関節の骨っていうのはこうグーッと内側にこう入っていってくれるんです。へぇ、これ私もうちでやろう。普段からちょっとこっちの大天使ってここの骨があるんですけど、これが少しこう前に出てる状態なんで、うん、太ももの骨自体は常にこう内を向いてる状態なんです。ああ。で、こっちが内に向いてて、膝から下は外ひねりなんで、X 脚気味にちょっとなってる状況。なるほど。そうそうそう。なんでこうしゃがもうとするとやっぱ膝内に入りやすいですよ。はい。それはもうあのフォームの問題じゃなくて骨の付き方の問題もあるんで。へえ。わかりやすい。確かに。ただちょっと腕枕は自分でするよりすればいいんですけど。何を言っているんでしょうか。腕プレゼンしようか、腕。こうベルクラさんがやってくれってよ。うん、大丈夫です。で、ここはで、腰がこう動かないように、はい、膝を上げていきます。引いてー。どんなきつさ、どんなきつさ、なんかじわじわ系、じわじわ系、せーの、うーん、しっかりこうかかとで押し合って、そうそうそう、ですから、こっちが上げますかね。はい、そうそう、あー、やばい。で、これでこのまま少し腰をこうグッと、うん、骨を内側に押し込んでいくんで、ここでちょっとキープしましょう。はい、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2、ここでちょっとここまで開いたんで、はい、次戻って、サスペンス、次自分でちょっともう一回開きましょうか。で、あとちょっとこう可動域広がってくる。あ、本当だ。そう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 、全然違う。せーの、ちょっとこう骨の手でこう誘導していく、こっちに入れみたいな。そう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 。じゃあ僕の手上に押してください。はい、グー。負けない。負けない。負けない。はい、押して。うん、押して。負けない。お尻使ってるの分かります？はい。もう痛いです。あ、はい、オッケー。うわ、ここまでだ。そうそうそうですね。狭。やっぱもともと内にひねられてるんで、外にひねるのがちょっと苦手なんですよ。あー。そう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 。これを。
黙ってんじゃん。はい、これで太ももの骨を少しこう外にねじる練習をしたら、もう一個やっていきます。はい、マットの幅より少し狭いくらいに膝を置いたら、はい、かかととかかと押し合ってください。グッ、はい、で手少し前の方を置いたら、かかとが離れないようにずっと押し合ったまま前にこうグッと、うわー、スライドして、うわーで、そのまま、はい、後ろ後ろ前、あ、これきつそう。でこのまま股関節前に出していきます。肘伸ばしたままね、グーってここで押し合うと、お尻の下少し力入るの分かりますか。はい、で内ももの伸び感感じますか。感じます。お、じゃあ戻りましょう。はい、かかとグーッと押し合ったままね。うん、ギューッて、そうで、お尻で割り箸割れるくらい力入れておいてください。はい、そうです。やってるね。そういうのやりそうだね。はい、戻して、はい、腰がでも楽になりますね。腰楽になりますね。なんか痛いのがない。マッサージした後みたいな。ああ、なるほどね。股関節動かしていくと、やっぱその辺の周辺の筋肉も緩んでくるんで。ああ、しかも足めっちゃバッタ冷え性なんですよ。ああ、そうっすよね。冷え性の人はね、ここの辺に通ってる動脈があるんですけれども、うん、この辺がちょっとね、そう、腱とか筋肉でね、癒着しちゃうと少しこう血管の動き悪くなったりするんで。ああ、この辺の後頸骨動脈とこの辺ですね。おお、この辺ほぐしてあげるとちょっとまあ動きも良くなってくるし、うん、冷えも取れるんで、はい、めちゃくちゃこの辺はちゃんと。あ、痛い。来た、これ来た、これ、ほら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 、出るでしょ、声が。ほら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 、あー、やっこっちゃね。お父さん。私に変な声出すなって言ってた。すごいね。もうやばいやばい、すごいよ。すごい、よくかけられた。タオルかけられた。コンプライがちょっと。コンプライ。ありがとうございます。足首がやっぱこういう風になっちゃってると、こっち側に体重かかってきちゃうんで、うん、そうするとやっぱ外側にね、すごい張ってきたりします。さっきあの丸山文枝さんが押したここの、はい、ここのポイントですよね。うん、こうグーッと押しながら、わー、文枝さーん。じゃない、前の足を軽く曲げたら、はい、この反対の骨盤を内にこうやってグッと入れてください。はい、で軽く膝曲げる、このまま、このまま。うわ、絶対きついぞこれ。ブルガリアンスクワット。ブルガリアンスクワット。体の角度はだいたい、はい、これで。出口の。ブルガリアで生まれたという。出口の角度。うん。で膝はだいたい5度から15度くらい曲げたら、前側の股関節をこういう風にこうちょっとひねっていくと、正面の鏡で見たときに足がまっすぐなりますね。うん、あ、本当だ。そう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 。このまま。やっちゃうと膝ってこう内に向いちゃうんですけど、はい、こうか、こう一回まっすぐだ。でこのまま体をグーって倒していくと、あ、もうね、もうこの時点でお尻結構すれ近くなってくるので、はい、で膝もちろん上げて、もうちょい軽く倒して、うん、でこのまま、はい、じゃあしゃがみましょう。せーの、1、はい、もうちょい体倒して、はい、はい、2、倒れたままやってます。はい、3、はい、4、そう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 、でお尻の下側ここする力がございます。はい、5、6、さすがですね。はい、ラスト1、OK です。もう出口出た。出口出た。何が出たの。何が出た。でもここはすごい、そっち来てますね。そう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 、裏に来てる。内ももも来ます、こっち。そう、骨盤こう内に倒してあげる、この動きがめちゃくちゃ大事です。結構これが抜けちゃう方多いんですよ、膝内入ってるとか、うん、それでやってました。で、このまま膝外を向けようとすると足の裏浮いてきちゃう。あー、よし、じゃあ反対側いきましょう。はい、正しい姿勢でやるぞ、大変だね。はい、はい、3で、今この辺にこうグーッとストレッチかかりながらしゃがむと、ね、この辺にグーッとかかってきますね。はい、そう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 、そう。じゃあこっちが足ちょっと頑張るよ。あー、うわー。はい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 、
はい、急になんか早い、はい、急に早い、はい、1 はい、ラスト2はい、OK です、はい、お、どうした、どうした、立てなくなった、生まれた、あのさっき私もこんなの、あ、ここが、そう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 、ピンポイント、すごい、うわ、絶対これきついから、顎引いたまま、はい、お腹、ずっと力入れ、はい、で、腰反らないように自分の股関節を、おー、あー、見るような感じで、はい、なるほど、これどこが鍛えられるんですか、お尻、太ももの裏ですね、へー、圧倒的に、すごそうだね、結構、足の癖で内側入りやすいんで、ちょっと、はい、ゴムを置きます、そのまま、じゃあまずちょっと股関節の上手を置いて、はい、でこのままお腹を少しこう丸める感じでグッと、このまま形、この形のままお尻上上げていきましょうか、こうかグッと反って顎をずっと引いたまま、あ、なるほど、セーブになって、でちょっとこうかかとの方で押してあげると、はい、セーブ、グーッと押した時にここで膝緩まない、はい、押しといて、はい、戻して、うわー大変そう、これの、これだけの、これお尻グッと入るの分かります、はい、そうそうそう、見てるだけ で見てるだけでなんかきついの分かるわ、ね、もうきつい、本当に本当はもっとアップを重ねてやるんですけど、いきなりうわーちょっと上級者だね、さすが上級者はね、お腹入れて離しますよ、はい、いきます、せーの、アップ1、うわー、これ絶対、うわー、すごい、あー、いってる、いけてる、いけてる、はぁ、すげえ、はぁ、もう無理、はい、いいよ、膝外、はぁーなんか、すべて出し切ったかって出産だったよ、出産出産想像させられたわ出産の時、はいって言うでしょ、出産した本当は多分、内側私使ってないんでしょうね、あ、初めての衝撃衝撃頑張りますか、でもこれが出産みたいな、頑張りますか、これで20キロですか、これ20です、おー、じゃあこのまま僕の手つき横に押していきましょう、はい、はい、いきます、せーの、1、はい、はい、2、そうそうそう、お腹力入れて、3、腹筋するくらいお腹力入れても、4、そうそうそう、自分の股関節をグッと、そう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 、上で6、はい、7、はい、上でキープ、19、8、7、6、押して、5、4、3、2、1、OK、はい、よし、おどうだった、どうだった、すごいすごい、もう今、お尻ビヨンセビヨンセ、よし、じゃあ、右利きです、右利きですね、わかりました、そしたら、一番怪しい、足幅、肩幅、そうですね、腰幅にして、そのまま右足ちょっと後ろにしましょう、そうです、で、軽く膝曲げて、で、頬のところに手を合います、そうです、そうです、で、今、上半身が正面向いてるんですよ、ちょっと斜め、斜め40度、あ、逆ですね、そうです、そうです、そうです、はい、そしたら次、右行きましょう、右ストレート、これは今、右足が斜め40度向いてると思うんですけど、ここ回転させて、全身を使って伸ばしていきましょう、うん、ナイスです、ふい、あ、いいですね、次、これがストレートです、じゃあ、簡単なのいきます、簡単なの、こうしたら、膝をグランバー。はい、そうです、そうです。で、ブレるんで、体幹ブレない。そうです、はい、これ膝。そうです、そうです。ワン、ツー、はい、ボン、ボン、はい、蹴る。はい、膝。はい、ストレート。しっかり動かして、そうです。伸ばす。はい、そう、ワン、ツー、ポン、ポン。そう、もう、スパーンといくんです。私よりも太めになる。めっちゃいいよ。めっちゃいいでしょ。はい、で、スパン、ワン、ツー、ポン。ナイス、もう一回。はい、ポン、ナイス、もう一回。ポン、ポン、イエス、もう一回。はい、蹴る。はい、膝、はい、ストレート、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、4発、バッ、バッ、バン、バン、バン、バッ、バッ、いきましょう。はい、ということで、はい、今回は、まあ、本当にいろんなことを教えてもらいました。はい。いや、すごかったです。すごかったです。いやでも、できそうだね、なんかちょっと自分でも。そうですね、頑張ったら、うん。ただやっぱり姿勢だったりとか、うんうん、こう見てもらうにはやっぱりこういうところに来てやりたいなっていや、まあ、思ったそれ自分でやってるとどん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 なんか間違った方向に行ってるんじゃないかそうそうすごい猫になったりとかねなんかやっぱどっか思っちゃうけど、うん、これって正しいねやり方みたいなのをたまに踏むと、うん、あ
違ってたんだみたいな。あるよね。ね、力の入れどころっていうか、いろいろやりたくなったもんね。うん。これきっかけに。もういろんなとこちょっとシェイプアップして、うん。私は本当にヘンリーカーベル。え、じゃあ1ヶ月後にヘンリーカーベルになってる。カーベルのとこも本当。1ヶ月。胸毛もすごいことになってるから。いや、無駄毛それはやだということで、ここなん、うん、なんて検索したら出てきますか。パーソナルジムヒューレボでお願いします。ヒューレボ、じゃあパーソナルジムヒューレボ、はい、概要欄に詳細載せておきますので、はい、あとね、セクシーなお姉さんがね、いっぱい載ってる、載ってる、はい、あのインスタグラムも載せておきますので、よかったら見てみてください。私も行きたいと思います。はい、私も通いたいなって思いました。あ、本当、私も通いたくなりました。はい、じゃあ皆さん頑張りましょう。はい、ということで、たくみくんありがとう。ありがとうございました。今回はここまでです。はい、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。バイバーイ、はい。